それにすっごくかわいいわ。あら、あっちにも獅子舞さんがいるわ。獅子舞さん、一緒に遊びましょう。おかしいわね。確かこっちに来たはずだけど。ねえ、美咲。美咲？しかも自分が迷子だって気づいてないパターンの。逆に私たちが迷子になったと思って探してくれてたりするんじゃ。それってどうやって見つければいいの？せめてヒントがあればな。ヒントか。なんか向こうの方騒がしくないですか？おお、竜舞が始まったんじゃない？そこの看板に書いてある開始時間、そろそろだし。なんだ、何か手がかりになるかと思ったのに。竜舞体験。そっか。ねえ、心が竜舞体験に行ってる可能性ないかな？あ、それありそう。いやいや、それはさすがに、と、言い切れないのが心なんですよね。そういえばリサさん、最初にイベントの看板見た時に言ってましたよね。竜舞って見たことないし興味あるかもって。心はああ見えて人の言葉をちゃんと聞いてるし、とんでもなく細かいとこまで覚えてるタイプなんです。だからもしかしたら私たちを見つけるため、私が興味を持った場所に向かうかもしれない。はい。でも他に手がかりもないしな。とにかく一回行ってみよっか。うん。みんな、やっぱりここにいたのね。心、よかった。もう心配させないでよ。あら、私の心配をしてくれていたの？ありがとう、リサ。でも大丈夫よ。それにタイミングもバッチリ。さ、行きましょう。行くってどこに？決まってるじゃない、竜舞体験よ。リサ、竜舞が気になるって言ってたでしょ。だからさっき参加しますって係の人に伝えておいたの。もちろんみんなも一緒よ。さすが心ちゃん、すっごく予想外。本当、まさかの展開ですね。はーい。ほら、係の人が呼んでるわ。確かに気になるとは言ったけど、でも、え？リサさん、こうなったらもう何を言っても無駄です。観念しましょう。
それちょっとわかるかもです。最初はちょっと驚きますけど、どうしよっかなって悩む暇をドーンと吹き飛ばしてくれるって感じですよね。そうそう、前からそんな感じかなとは思ってたんだけどさ、それを身をもって体験できて、実は今結構嬉しいんだよね。心と一緒にいたいって思うハロハピのみんなの気持ちってこんな感じなんだって。冒険に連れ出す方法が毎度強引すぎますけどねでもそれが心式なんだよね、きっと。まさに波乱万丈って感じ。いいね、心ちゃんにぴったり。みんな、係の人がもう一回やらないかって誘ってくれてるの。行きましょうよ。オッケー。それじゃあ私たちも冒険に飛び出すとしますか。